季節の話題をお伝えします。山梨県押野村にある新名正川は、およそ400メートルの沿道に200本のソメイヨシノが植えられていて、毎年春には満開の桜越しに雪をかぶった富士山を見ることができる桜の名所として知られています。海外からの旅行客などが多く訪れ、満開の桜と富士山をカメラに収めようとする姿が見られました。 桜の見ごろは今週末までで夜間にはライトアップされるということです。